ここが捕獲エリアよ。この一帯のキノコは英知宝珠との相性がいいから、トレーニングやバトルに向いてる。英知宝珠はキノコを捕獲したり収納したりすることができる。それ自体も操縦装置なの。だからキノコごとにあだ名をつけた方が指示しやすくなるわ。例えば私の隣にいるこいつのことは炎1って呼んで。炎元素のキノコ1号という意味なの。元素の種類に番号？なんかシンプルすぎないか？このキノコ元気そうだし、ぴょんぴょんハッピーだけ、なんかどうだ？余計な、いえありがとう。でも私には自分なりの命名規則があるわ。シンプルで分かりやすくて指示しやすいことが重要なの。そうだな、もう炎1で呼び慣れてるだろうし。分かった、もう案は出さないでおくぜ。でもオイラたちがつけたすごい名前を聞けば考え直したくなるかもしれないぞ。響きのいい名前だろ。バトルで呼びかけるとき絶対かっこいいと思うぞ。こういうキノコンは丸い帽子をかぶってて小さな太鼓みたいだろ。オイラとっくに気づいてたんだ。こいつらの頭を叩くとポコポコドンちゃんって音が必ず出るってことにな。ほら見ろ、こいつも喜んでるぞ。この名前を気に入ったみたいだ。ポコポコビーニーはおとなしいな。子犬とか猫みたいだ。これからよろしくな、ポコポコビーニー。さてと、残りのキノコンを一気に捕まえてポコポコビーニーにチームを組んであげようぜ。ちょっとビリビリさせないとね。キノコンを4体集められたみたいね。次は主催の提供してくれたフラワーゼリーを使ってキノコンたちの潜在力を覚醒させてみましょう。バトルで強力な技を繰り出せるようになるわ。
Thank you.